こんにちはデモンストレーターの田原英一です。今日ご紹介するのは私が手に持ってるこちらの製品ですね。スリックが出しましたスリックスムースビデオという製品でして、これはテーブル三脚、ミニ三脚、手持ち三脚といった言い方ができますけどが、まあこのグリップという使い方ができる製品なんですね。このスリックスムースビデオの上に乗っかってるこのカメラは今流行りの ソニーの ZVE10V ログカムです。レンズ交換手カメラの売れ筋というと今 V ログカム、V ログを撮ろうということですから動画撮影という用途が非常に増えているということなんですがそれを狙った製品ということでこういった V ログカメラ用のグリップというとカメラメーカー純正といったものもあります。そういったものは録画のスタートストップボタンがここにあると 言ったことになるんですが、このスリックスムースビデオは、いわゆるサードパーティー品ということになりますから、電気的な連携は取れてないんですね。だからスタートストップボタンは、この本体上のスタートボタン、ストップボタンを押すということになるんですが、その代わり、三脚メーカーのスリックが作ったグリップということで、こだわりのポイントがあります。それが、このパンの動きですね。 こういった具合ですね。左手のグリップを固定しながら、滑らかな動きで、ビデオを、動画を、右から左という追従ができるといった考え方で作られています。この雲台の動きにこだわって作られたグリップミニ三脚ということなんです。改めてこのスリップスムースビデオの構造をご覧いただこうと思うんですが、 こういった形のグリップ兼ミニ三脚ということで特徴はこのハンドル雲台があってハンドルが大きいということですね実際に展開していきましょうこういった具合で足を広げることができますねテーブル三脚としても利用できてグリップとしても利用できる三つ合わせるとこうちょうどグリップの形になるといったものなんですがここのグリップの持ち手のところ 滑り止め形状になっていますね。非常に持ちやすいというところがポイントです。フィルトのロックはこれですね。ロックを緩めると、滑らかな動きで動画の追従ができます。左右のパンのロックはこれですね。上下左右。パンのロックのところにスリックという青いマークが入っています。実際にカメラを取り付けていきましょう。カメラの取り付けはね、 この大きなカメラネジ締め付けドラムがついてるということでカメラの底を当てがってこのドラムをくるくる回すといった形で非常にスムースにしっかり取り付けることができますコインとかがいるといった形ではないのでね非常に速くてしっかり固定ができましたでまあこの今動きがこうカクンと行きましたけどもこの硬さ調整は横のロックで できますね。固く締めれば動かなくなりますし、軽く緩めれば、ここが、ティルト方向が、抵抗が入りながら動くといった形にできます。足を広げると、こういった形、ミニ三脚型なんですが、滑らかな動きで、こうしてテーブル席から動画を撮るといった使い方もできますね。 そしてもう一つのポイントは、スマホの撮影にも対応するということなんです。スマホアダプターを取り付けると言ったことかもしれないと思った方、おられると思うんですが、そんなことはないんですよ。このグリップ、大きいですよね。大きいのには訳がありまして、この底の部分、ここから押し上げると、あら、何か出てきましたよ。実は、このグリップの中にスマホホルダーが 入っています。こういったスタイルでスマホを取り付けて、先ほどのグリップのスタイルで滑らかな動画を撮影することができるといった使い方ができます。しかも、このスマホホルダー、横位置だけじゃなくって縦位置でも使えるということで、 今、カメラの付け方がこれだと逆になりましたから、もう少しこう上げて、こう回せるかなはい、回りましたね。はい。縦位置動画にももちろん対応できます。TikTok とかインスタライブといったことでは、縦位置動画使う方も多いと思いますから、縦位置で動画撮りたい方、要注目ですよ。で、実はこのスマホを付けた状態でカメラネジは開いてますよね。 ここにアクションカムをつけて二段使いでもいいですしカメラがありますからカメラをこのようにカメラレンジに取り付けると今このカメラとこのカメラは干渉してない状態あ、でもレンズの画角的に映り込んじゃうかもしれない可能性ありますからやっぱりこれはこういった普通のカメラというよりかはアクションカムのような小さなカメラでやった方がいいのかもしれませんけども まあこちら防衛にすればいい可能性もありますけどね。荷台乗せて使うといった使い方も考えられますね。さらにスリックらしい細かなポイントなんですが、このスマホホルダーの上部、アクセサリー集になってますから、ここにマイクをつけるといったこともできます。で、さらにこれもスリックらしい配慮。テーブル三脚の下の部分、ここに押しボタンがあります。 押しボタンを押しながら開くと、このような形で、さらに足を広げて安定性を高めて置いておくということができますね。これね、パンとかティルトといった動きをするときに結構三脚の方が軽いので不安定になりやすい。そういった場合、安定性を高めるために足を広げて使うと。 いう考え方ができるわけですね。今一度 VlogCam であります ZVE10 を取り付けていきますけども、こういった形で足を広げてパン、ティルトで必要に応じて左手で三脚を押さえてやればもう全く動かない状態でパン、ティルトが滑らかな動きで撮影ができるということで、これは本当にもうテーブル三脚の ビデオヘッドとしてはすごく秀逸な動きをしているということが言えるかと思います。この三脚、さらなる使い方がありますね。これね、カメラの向きが上下逆さになるんですけども、こういった形で持ってやると、ロープアングル撮影、ローポジション撮影といったこともできます。この場合はカメラが逆さに向くので、 編集ソフトで180度上下反転するといったことになりますがこれ、こういった VlogCAM じゃなくてスマホのカメラで地面すれすれを撮るといった場合ですとカメラの付け方を工夫すれば上下反転しなくても使えるということになりますからこういったスタイルで低い位いうの撮影ができるということになりますね。 このようによく考えられたスマホ用あるいは Vlog カメラ用のグリップ兼ミニ三脚。スリックスムースビデオ。動画のための製品です。ぜひチェックしてみてください。